おい、フェスの結果が出ましたね。はい、おはようございます皆さん。世界滅亡するなら、みんなは何するかっていうフェスのお題があったんですけども、うなちゃんは、世界が滅亡するのをどうにかして生き延びると、なんか助かる方法を探すというチームに入りました。はい、一番右のチームですね。助かる方法を探すチームに入ったんですけども、みんなは何のチーム入りましたか。そしてフェスの結果、見ていきたいと思います。いつも通り過ごすとやりたいことを全部やるっていう、まあ項目に分かれてたんですけども、ホラガイ得得率、これは負けたの。そう、いつも通り過ごすチームが90、そしてやりたいことを全部やるが45ポイントと結構差を離されちゃったんですけど、ここから逆転をしていくには得票率、そして鳥からバトルのね、結果が一番大事だと思うので、まず得票率どうだ。そんなに、てか、また負けてる。ちょっと待って、また負けてる。やりたいことを全部やるチームが70ポイントで、まあ、リードを取ったのか、これは。得票率。なるほど。はー、少ないな、助かる方法。みんな諦めちゃってるよ。なんで、なんでなんでアルマゲドンって知ってる？なんで貢献度。さあ、貢献度オープンチャレンジ鳥から。一気にいくって。いっぺんに。全部一気にか。鳥からマッチが一番いいんだけど、オープンチャレンジも、これさ、一番右全部勝ってたらさ、勝ちだよね。頼むよ。60ポイントしか持ってない。やばい。これさ、どうなってるんだ？もう俺のチーム負けたんだけど、もう、いつも通り過ごすとやりたいこと全部やるチームの、なんかもう、二チームの戦いになってる。ねえ。ねえ。どうなんの？ねえ。うわ！うわあ！すげえ！逆転した！鳥からバトルで逆転している。すげえ、やっぱ鳥からバトルを制するチームが勝てるんだ。で、60ポイントだけ取れた俺らもまあ、まあ、頑張ったね。チャレンジだっけ？なんか、2位だったね。いや、俺頑張ったんだけどな。うわ、マジか。てか、みんな諦めちゃうんだ。そっか。俺は助かりたいよ。ずっと助かる方法探すよ。もう最後まで諦めず。だから試合にもね、スプルの試合にもね、諦めないでね、戦ったの。負けちゃったけど。まあでも、そっか。そうか、やりたいことをやれば悔いがないか。確かに。いつも通りってのもいつもが幸せだからね。いいしね。全部いいと思うよ。クラゲさん。世界終わるの？俺は最後まで生き延びたいと思っている。クラゲさん。世界を助けて。